はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、スティグマという言葉を皆さんご存知でしょうか。スティグマね、あんまり聞き慣れへん言葉やと思うんですけどね、これはね、日本語で言うところの差別とか偏見などに対応していますという言葉なんですけどもね、具体的にはですね、精神疾患などのね、個人の持つ特徴に対して周囲からね、周りから否定的な意味付けをされて不当な扱いを受けるということというふうに捉えられるんですけどもね、精神疾患という言葉が出てくることからですね、いわばね、心にね対する悪口にあたるイメージだとも認識できます。はい、でこれね、病気が発覚しても実は感じるんですけどもね、実は病気がマシになってきててもこのスティグマというのを感じさせられる時もあるし、病気が治っても過去に病気になっていたやんけということでね、感じてしまうんです。感じさせられてしまうんですよね。まあ簡単に言えばですね、病気を悪いように言われるという考え方なんですよ。まあ、要はね、アンチですよね。病気に対するアンチな考え方というね、人たちからこう受けることを、まあ、スティグマというふうな言葉があるんですけどね、これはね、本当に昔からあるんですけども、最近になって浮き彫りになってきてましてね、僕の白血病であってもですね、しっかりと健康でおらんかったからやろって言われたりとか、悪いことしてたから、悪いことばっかりしてたから、お前バチ当たったんやでとかね、というかさ、入院したら治るんやろというね、もう自分でもどうしようもできないことまで言われるんです。でそしてその被害をね、一番受けてるのがね、実はね、糖尿病なんですよね。糖尿病に対するスティグマ、ね、これはね、糖尿病になるとね、こう失明とか透析とかね、脳梗塞になるなどとね、決めつけられることであったりとか、不摂生だらしない、運動が嫌いなやろお前、自己管理ができてないだけやんけとね、そんなことをされたりすることで、こう社会的にね、さまざまな不利益をね、被ることなどがね、挙げられてるんですよ。これね、病気になってない人たちが病気になった人たちをね、バカにするということでね、患者は体だけでなくてね、心まで病んでしまいます。ほんまにやめてほしいと思ってますよね。なんでそんな心のねことを言うんかなとね、思うんですけどね。でもここでね、病気の名前があかんのちゃうかなとね、そういうところの考え方がね、実はね、あって、今変わってきてるようなんですよ。糖尿病という言葉が、名前が周りからね、そういうふうに言われるというね、キーワードとして糖尿病がね、今上がってるんですよね。で、その糖尿病のね、9割の人がですね、そもそも糖尿病というね、病名にね、抵抗感、不快感を抱いています。嫌ですもんね。この糖尿病というね、病名に対してこのどう思うかっていうのをね、聞き回ったその機関っていうのがありまして、日本糖尿病学会とかっていうところだと思うんですけどもね、確かにそう書いたと思うんですけども、これをね、あなたは糖尿病という名前をどう思いますかとね、聞いていったらですね、不愉快であると、とても抵抗があるという意見を糖尿病のある人の9割がね、思っていたということなんですよね。今は糖尿病という名前がありますけども、僕の白血病という名前がありますけどもね、やっぱりなんか名前に対して患者さん側も思ってしまうんですよね。
でもね、これ何とも思わない人もいてるわけですよ。でもね、それはね、たった1割ね、100% 中のね 9.8% ぐらいの人たちが、あ、別に何も思ってないよっていう風な感じですんなり受け止められてるようなんです。まあ、僕もね、どっちかって言ったら、こうやってね YouTube でね配信してるぐらいから別に何とは思ってないんですけども、でもね、この自分自身がこう治療を受ける際にですね、病名に抵抗を感じることがあるかのね、アンケートを取った期間ではですね、やっぱり 69.3% ぐらいがね、やっぱり糖尿病という治療を受けることに対しての抵抗はあると回答されておりました。まあね、これ、まあ、疾患の実態というのをね、正確に表す言葉に対してね、変更した方がいいのかっていう問いかけもあったらしいんですけども、それに対してはやっぱりね、そう思うと8割が答えていました。だから名前書いてほしいんですよね、あの、そう、患者さんたちもね。で、これのね、理由ってあるんですよ。どうして変えてほしいのか、名前をなんで変えてほしいのかというね、理由についてはね、やっぱりね、4割の人たちっていうのは糖尿病の中にね、尿ってね、真ん中にあるのが嫌やわーってね、羞恥心とかっていうのをね、抱いてまして、で、他の4割の人がですね、糖尿病っていうもの、言葉こそイメージからして不摂生でなってしまってるから、これ贅沢病やないかいというね、この負のイメージがあって誤解を招くんじゃなかろうかというふうにね、心で感じてるんですよ。で、これもこれね、それは生活習慣の乱れで起こってる人たちもいてるんですけども、そうじゃない人もいてるんですよ。先天性とか病気の合併症とし、合併症じゃないな、治療してる過程で病気になって糖尿病になってしまったっていう人もいてるんで、やっぱりね、こう負のイメージを抱えてしまう人も中にはいてるんです。で、さらにね、その、まあ、全体の6割の人っていうのはね、糖尿病であることをね、周りに言うのをためらってるという実態もね、判明しまして、でもその中にはね、実は人を選んで私糖尿病やねんっていうふうに伝えてる人たちもいてるようなんですよ。だからね、これね、ご飯食べに行こうよとかね、お食事どうってなった時にですね、いや、ちょっと食事選ばなあかんねんっていうふうにね、なんか大きい病気でもしてんのっていうふうな感じでなったら、いや、そうじゃなくて、糖尿病やねんってさらっと言える人もおれば、いや、ちょっと病院から止められてて、で、病名は言われへんねんけどっていうふうに、こう、やっぱりね、抵抗がある人たちもいてます。でもね、これね、今はその、対他の人、なんですよ、友達とかに対してのことなんですけども、例えばね、他の病気疾患で他の病院に行くことってあるじゃないですかね、ずっと通っているところに行くのじゃなくて違う病院に行くことってあるわけなんですよ。で、みんなね、その時にね、自分が糖尿病であることを隠すことがあるんです。で、それによってね、実は適切な治療機会っていうのを逃して、その他の病気が重症化することもあるというね、これね、自己スティグマというようなものがあるんですけども、それの脅威も実は浮き彫りになってきてますのでね、だから本当に誰にも言いたくないというように、病院の先生らにもね、言いにくいのがね、実情なんです。まあ、僕もね、実は糖尿病予備軍というふうなものにね、なってしまったんですけども、これは今はなってってないんですけども、予備軍から卒業したわけなんですけどもね、これはね、白血病の治療の過程で告げられたものなのでね、もうどうしようもなかったんですけども、だから先生から言われたから、糖尿病ですって言われたからね、実は体の調子が悪くてっていう風な感じで糖尿病を隠したわけじゃなくて、治療を進めていく上で糖尿病になってしまったんで、これはもう治さなあかんっていうのがやっぱり自分の中であったんでね、自分自身で理解できたので、もう前向きに受け止めてね、今でもやっぱ頑張ってますけどもね、やっぱりこのそもそものね、治療というのはね、これなんか不思議なんですけどね、一生続くもんなんですよね。一生続くという言い方をすれば大げさなんですけども、一生気にかけとかないといけないんですよね。これね、だから元々の病気が再発したらどうしようと思うわけなんですよ。で、それって白血病だけじゃなくて、
糖尿病も同じなんですよね。また糖尿病だったらどうしよう、いくら僕がね糖尿病予備軍であったとしても、今はもう糖尿病予備軍から卒業してますよってなったとしても、また糖尿病予備軍に昇格して糖尿病に昇格するかもしれないという場合だってあるじゃないですか。だからね、一回なったら一生かけてね気にかけていかないといけないんですよ。でそんな気持ちで病人というのは、患者さんというのはね、日々の生活を送ってるんですよ。でもそれに追い打ちをかけてくる言葉の刃がたまに飛んでくるわけでございます。でその時っていうのはね、非常に辛いんですよね。でそれはね、自分自身に血管があったらね、あったからというのも、まあ不摂生してました、食べ過ぎてましたとか、白血病の要因になるようなことをしてましたというのが、まああったっちゃあったから否めないんですけども、これね、こう周りにはねやっぱりね、こう優しい言葉というかね、大丈夫っていう風なこうね、お見舞いのことをねかけてほしいなと思う今回の動画でございました。まあ、スティグマというね言葉が最近出てきてます。偏見とかね、差別という言葉、意味合いなんですけどもね、それはもう本当に病気に関係なくね出てきてしまうもんなんですよ。でそれがね、やっぱ人からね言われることじゃなくてね、どうせ俺は病気やからっていう風に、糖尿病やから、白血病やからって言って自己スティグマっていうものにもなってしまうことがあるんですけどもね、やっぱり変なまとめ方ですけども、世の中がね前向きになってくれればね、こういう気持ちもねなくなって、少しはね治療にもね、患者さんたちは治療にもね前向きになって前向きになれますのでね、ぜひそういうことがあるというのをね皆さん知っていただいて、優しい言葉をねかけてあげてください。はい、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。